オレンジワインは白ぶどうで、赤ワインの製法意味わかんないと思うので要チェックです。毎度ワイン三昧竹舞です。今回は今世界で人気のオレンジワインについてお話ししたいと思います。イエーイ。はい、オレンジワインっていうのはね、名前の通りオレンジ色をしたワインなんですけど、今ねワインの中では赤、白、ロゼ、そしてオレンジワインっていうね、この4種が新しいスタンダードとも言われているんですね。で、そんな注目のオレンジワインはどんなものなのっていうね、そして初めて挑戦するオレンジワインにぴったりな一本も最後に紹介したいと思います。要チェックです。早速オレンジワインとね、どんなワインなのかっていうことなんですけど、オレンジってねついてますが、フルーツのオレンジからできたワインではありません。オレンジ色のワインということでオレンジワインって言われてるんですよ。ややこしいですね。オレンジを使ってねワインが作れることもできるのかもしれないんですけど、フランスとかではねブドウ以外でワインを作ることをね、もうワインって言っちゃいけませんっていう決まりがあるから、オレンジワインっていうのはね、うん、ナイス。で、原料には白ぶどうが使われていて、製法はね赤ワインと同じ製法で作られています。白ぶどうで赤ワインの製法も頭にねハテナがね浮かんでるのがすごい目に見えます、皆さんがね。なんでちょっとね整理をしていきたいと思います。私が喋っても意味わかんないと思うので、今日は特別に図を作ってきました。じゃじゃーん。こっちが黒ぶどうで、ここが白ぶどうね。で、白ぶどうで何が作られるかって言ったら、こっち左側2列の白ワインとオレンジワインが作られます。で、黒ぶどうから何作られるのっていうとね、こっちのねロゼワインと赤ワインが作られるんですっていうことをまず理解しておいてください。で、通常のね白ワインは白ぶどうを、まあ、全部ねぶどうはねまず潰します。ワインを作るのにあたって、で、その後に皮と種、果皮と種子を取っちゃいます。で、ぶどうジュースになった状態でタンクに入れてアルコール発酵させるんですね。で、その後に、まあ、熟成させると、うん、まあ、樽って書いてあるタンクで熟成させる時もあるけど、まあ、ちょっと今日はややこしいからね4つにまとめちゃいました。で、白ワインができると。オレンジワインの時は白ぶどうをね、まずぶどう潰した後にこうやってね種とか皮一緒にしたまんま漬け込んじゃって、タンクの中で発酵させます。で、今ね種と皮が一緒になってるから、ワインだけを抽出して樽で熟成してオレンジワインができると、そういうことなんです。図があるからわかるかな。で、じゃあついでにあと2つも紹介しよう。じゃあまずロゼワインは何なのって言ったら、黒ぶどう主体にまず皮と種を抜き取ってぶどうジュース作るんですよ。で、このぶどうジュースはさ、ほらぶどうってさ紫の皮に中身は白いじゃない。で、それを潰すからさ、やっぱりこう皮の色もちょっとついて、まあ、ピンク色の感じになるんだよね。で、それを発酵させて熟成させてロゼが出来上がる。これはまあ直接圧搾法って言って、本当はロゼを作るのには3種類ね作り方があるんですけど、それもね全部解説してたらもう話が終わらなくなっちゃうから、それはロゼの YouTube 見てください。概要欄貼っておきます。で、次皆さんが一番飲んでるであろう赤ワインはぶどう潰すで、皮と種一緒のまんま発酵させる。で、この皮と種に、まあ、渋みとかねタンニンが含まれるから、すごい大事な役割してるんですよ。で、ワインだけを抽出して樽の中で熟成させて完成ということです。ということでね、赤、ロゼ、オレンジ、白ってこうね薄くなっていく感じかな。 OK、 分かったね。ということで、オレンジワインは白ワインと違って皮も一緒にね発酵させているんですよ。だからアプリコットなど白ワインらしいアロマティックな香りながら、赤ワインのようなね渋みも感じられるワインなんですね。で、このオレンジワインは今欧米ですごい人気なんですよ。実はね歴史はね今から8000年以上前からあります。ジョージアっていうところで作られてたんですね。昔はグルジアって言われてたんですけど、2015年以降はジョージアって呼ばれるようになりました。で、オレンジワインっていう名前は2000年に入ってからイギリスのねワイン賞が作った名前で、ジョージアではねアンバーワインって呼ばれています。で、ジョージアは昔からねブドウをこう踏みつぶして、それをね皮も実も全部一緒に陶器の壺に入れて土の中で埋めて発酵させてオレンジワインを作っていたんです。で、ジョージアではねこう赤ワインも白ワインも作られているんだけど、一番代表なのはアンバーワインことオレンジワインなんです。そんなオレンジワインが世界中で注目されるきっかけって
なったのはね、実はイタリアなんですよ。イタリア北部のフリウリの自然派ワインの作り手たちがこのね、ジョージアのワインにこう刺激を受けて、あ、同じようなオレンジワイン作るぞっていうことで作り始めたんですね。オレンジワインはタンニンのおかげで通常の白ワインよりも添加物をあまり使わなくていいっていうね、ところにオーガニックワインの作り手たちは目をつけたんです。アデュー酸をね、そこまで使わなくてもワインができるっていうことなんですね。そして今ではジョージアやイタリアのみならず、日本だって、オーストラリアだって、ニュージーランドだって、カリフォルニアとかね、世界各国で作られています。はい、いろんな国のオレンジワイン試してみたいですね。はい、では次、オレンジワインの楽しみ方を紹介します。オレンジワインはね、赤ワインと白ワインの中間のワインで、まあ、渋みがあるので白ワインほど冷やしすぎないっていうのがポイント。温度はね、10度から12度ぐらいがベストかなって言っても、そんないちいち温度測んないか分かんないと思うんで、まあ、飲むちょっと前に冷蔵庫から出しておけば OK かな。その後ずっと開けて、ずっとテーブルの上置いとくって感じ。あと、オレンジワインの魅力は何といってもお食事とのペアリングですね。白ワインと赤ワインの両方の特徴を持つので、本当に幅広いお料理と合わせやすいです。で、特にね、こうスパイシーな香辛料をたくさん使ったインド料理とかね、韓国料理って、こうワインとのペアリングが難しいって言われてるんですよ。で、キムチとワインってちょっとね、想像つかないでしょ。前ね、それでキムチと白ワイン合わせたらゲロマズだったんで、絶対やった方がいいです。でもオレンジワインだったら相性がいいと言われています。ということでね、ワイン選びに困ったら、これからはオレンジワインっていうね、選択肢を入れてあげてもいいんじゃないでしょうか。あとね、オレンジワインの価格帯についてなんですけど、オレンジワインはね、そんなにこう高いのがないんですよ。だからうん万とかうん十万っていうものがないです。だいたいね、1500円から3000円ぐらいで購入できるものが多いかな。最近はお酒屋さんとかビッグカメラのお酒コーナーでもオレンジワインコーナーっていうのがね、あるところがあったりして、手に入りやすいですね。意識してみてください。ではここからはお待ちかね、私ソムリエ竹井前の独断と偏見による初心者にね、おすすめのオレンジワインを紹介したいと思います。ね、オレンジワインってね、まだまだあんまりこうお店でもさ、メニューに載ってないことが多いから、挑戦する機会が少ないと思うのでね、そんなあなたに絶対外さない私のおすすめなオレンジワインを紹介したいと思います。はい、それはこちら、スモールフライのタンジェリンドリームです。こちらは南オーストラリアのバロッサバレースモールフライというワイナリーからの1本です。お値段はね、3800円ぐらい、ちょっと高いね。で、こちらは私が初めてね、ちゃんとオレンジワインをこう飲んだ時に、え、面白い、美味しいってなった、ね、オレンジワインを好きになるきっかけをくれた1本でもあります。でね、どこでね、いただいたのかっていうと、京橋にある私のね、ワインインストラクター養成講座の同期、三島さんが店長を務めるバサラというね、和食のレストランでいただきました。まあ、こちらの駅は京橋駅直結の東京スクエアガーデンの1階にありますということでね、マジで勝手に宣伝しちゃってます。三島さん、見たら私にワイン一杯ご馳走してください。はい、ということで話を戻しまして、先ほどは香辛料とのペアリングがね、いいよってお話ししましたけど、オレンジワインは皮由来の旨味成分とか、あと適度な苦味も感じられるので、和食との組み合わせもバッチリでしたね。こちらのタンジェリンドリームの味わいは、マスカットのようなこう甘い果実が口中に広がって、28日間のスキンコンタクトを経ているので、こう皮によるね、濃厚なうまさが溶け込んでいますっていうことで、スキンコンタクトね、あ、意味わかんないでしょ。それはブドウジュースを発酵させる前に皮をこうつけておくこと、まあ、つけ置きしておくことを28日間やってるから、うまみがこう移ってるんだよっていう話です。またね、豊富なミネラルとともにブドウの美味しさがこうギューって詰まった一本です。で、色合いは淡いオレンジ色で、成長ろ過をしていないので少し濁っている自然味あふれたナチュラルワインです。ちなみに、どんなブドウがどのぐらい入ってるのか、このことをセパージュって言うんですけど、セパージュはセミオン 40%、 ペドロヒメネス 35%、 リースリング 15%、 ルーサンヌ 5%、 あとマスカットマルサンヌシャルドネが 5% 入ってますね。ちょっとマニアックな品種も入ってるので、こちらはね、覚えなくても大丈夫です。で、何が言いたかったっていうと、まあ、方向性、香りのね、高いブドウたちによって作られたワインなんですね。オーストラリアワインということで、ボトルもね、スクリューキャップです。もうこれひねって開けられちゃう、気軽に楽しめるので、ぜひぜひ皆さんに試していただきたい一本です。ね、ラベルも可愛いし、
ワイン会にね持ってったらね、オレンジワインってだけでも珍しいのに、ラベルエチケットも可愛いし、わーやったーってね一目置かれるんじゃないかな。はい、タンジェリンドリームを人に例えると、普段は流行り廃りに左右されないおとなしめな女の子なんだけど、話していくうちにね、一人でねバックパーカーで何カ国も行っちゃうようなね、こうスーパーアクティブ女子っていうことが分かってくるんですよ。で、大自然が大好きで、ゾウに乗ってたり、キリンもね手なずけちゃうようなね、そんなアラサー女性です。いかがでしたでしょうか。オレンジワイン飲みたくなっちゃいましたね。で、オレンジワインについてよく分かったよって思った方はぜひいいねと、タンジェリンドリームが飲みたいなとか思った方はね、感想などね、いろいろコメントお願いします。勉強になったと思った方、私をもっとたくさん見たいなって思った方はチャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではでは、またまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。